ジャン君、ポンちゃん、おはよう。おはよう。だいぶ寝坊した。起きてまた寝ちゃったんだよね。ジャン君どころかポンちゃんまで布団の間に入って甘えたのにね。うん。一個も取れませんでした。しっかり甘えたよ。もうお昼近いです。何回もね、いなくなってもまた戻ってきてね、甘えてたのね、ポンちゃん。ずっとなでなでしとったよ。そしたらね、最後はジャン君のとこに行ってしまいました、うん、今度は動画を撮るぞ。かわいそう。さあ、ご飯食べよう。はい、挟まれポンちゃん。ジャン君の後を5年後を追っています。はいはいはい。そしてジャン君はブラッシングをしてもらってえつ入りです。平和で幸せな朝です。嘘です、昼です。ご飯食べないで、昨日夜もさ、うん、夕方ちょっと食べてそのまま 寝たっていうかね、オープンマイクに行こうと思ったらいっぱい人がいることが分かって遠慮して家にいたところ、ちょっと寝たりして、で夜中また寝て、テレビを撮ったやつを、うん、見たりはしてたけどね。でも朝また俺はね、うん、6時前に目が覚めて、あんまりにも早く寝たので、あ、そう、で目が覚めてまた寝て今です。私はね、いっぱいね、まだ暗いうちに起きて、まだ朝になってなくて、ポンちゃんが相変わらずのお布団のとこにいて引けなくて、変な寝方ちょっとしちゃって、で起きて、でお布団ちゃんと引き直して、それからちゃんと寝ました。なぜかそしたらいっぱい寝てしまいましたが、この子たちはすごい甘えるようになりました。ポンちゃんはね、足の上にも乗っていたし、その後ジャン君の定位置に人間と間に来て、ずっと甘えてました。ずっとなでなでされてました。
全然寝てないもんね。ねえ、パンちゃん。ねえ。ちょっとまぶらしをしています。ちゃんくんはクッションとテーブル回しの間に挟まれています。してブラシ。マキンだね。はい、今日も仲良し。そこのベッド結構気に入ってるね。季節によりなんだね。こっちのこれは一人で寝るときに使っています。二人で仲良くするときはこっちだね。パンちゃん。パンちゃん。パンちゃん。ジャン君。よいしょ。はい、おいで。てか、ジャン君、ジャン君。さて、夜になりました。手前をジャン君が通っております。そろそろお休みの時間ですね、ポンちゃん。休み。そしてジャン君はこんなとこに来たの。よいしょ、こっちがでいい。いつもと逆だよ。よいしょ、ちょっと待ってよ。よっ、はい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 、よいしょ、腕入れるか。はい、こんな感じ。はいよ、どうぞ。はい。はい。
はいはい、わかりました。ダッツダッツ、はい、取るから、はい、どうぞ。よいしょ、はい、寝るよ、ジャン君。はい。寝ますよ。ポンちゃん、おやすみ。ジャン君、こっちで甘えてるよ。